はい、こんちゃす、レトルトと申します。今回はね、ワンアワーワンライフというゲームをやっていきたいと思います。このゲームね、少し前にツイッターでかなりバズったゲームで、その時やってみたいと思ったんですけど、ワンアワーワンライフ、1時間で1つの人生ということで、このゲームのキャラクター、自分は1分で1歳年を取るらしいんですね。で、60歳で死んでしまうので、ワンアワーワン1時間1つの人生というゲームです。で、このゲームなんですけど、まあ、0歳から始まって、まあ、育ててもらったりとか、いろんなことをしていくゲームらしいんですけども、すべての人が、なんていうの、すべての人がコンピューターではなく、ちゃんと人がいるらしいです。で、このなんか、ジャパン4、ジャパン2とかあるじゃん、ヨーロッパとか。200人中119人。やっぱ多い方がいいんですかね。待って、低空腹速、空腹速度、殺人行為禁止。なんかいろいろあんな。殺人とかあんの？よくわかんないけど、このジャパン2に入ってみようか。生まれようとしています。生まれた！生まれたよ！ああ、お母さんかな、これ。え？俺に名前ついてない70歳。待って、え、ペンギンいる。世界観はなんかどうやら左上の黒いやつが体力らしいっていうか、お腹の減りゲージらしくて、今4分の2じゃないですか。どんどん赤ちゃんなんで減っていくと。あ、待って、持って、なんかこうやってお母さんが持ってくれると母乳を、あー、すごいすごい、なんか愛されてる感じがする。このね、もじゃもじゃくんも、このもじゃもじゃのお母さんも、なんて言うんだろうな、ちゃんと人間が入ってるらしいんですね。で、左上に、どんどん、ライフが減っていくので、初めはなんて言うんだろうな、初めは、なんて言うんだろう、自分でご飯食べたりできないので、このお母さんに頼っていくしかないんですよ。これ、キーボードで、あ、待って。あ、生まれようとしています。生まれた赤ちゃん。このもちゃもちゃくん、あー、お母さんこのなんかワンちゃんみ、この犬みたいな髪型してる人がお母さんなんですかね。なんかものすごく持ってってくれてる、どこかに。はあ、はあ、なんかすごい、すげえ走ってる。すげえいろんなとこ走ってる。怖い。なんかお母さん怖いよ。お母さん怖い。お母さんなんか次元を、なんか、あ、どこ、ここ。何、学校？うん、なんか左上の黒が4つあるじゃないですか。あれが、なんつうんだろう、体力というか、お腹の減りゲージらしくて、それが減っちゃうと、ダメらしいんですね。で、母乳を食べたって出てるじゃん。今、0歳児なので、俺、ブリトーなの。俺の名前、ブリトーなの。美味しいご飯、ブリトー。あ、なんかすごい。集落に連れてこられた、嬉しい。ブリトー0歳。で、0歳児の間は物を持ったりとかも一切できないらしくて、お腹空いちゃうとお母さんに持ち上げられて、あ、そう、こうやって愛されて、母乳をもらうしか方法はないらしいんですね。こうやって歩けんのかな？なにこれ、骨ある。うわー、すごい。あー、そうね、なんか赤ちゃんにこんな骨とか触っちゃダメよって、ものすごく、ここに置かれるなー。そろそろ1分ぐらい経ったので、あ、俺1歳になってる。1歳児になりましたね。お母さんにものすごくここに持ってこられんだけど、なんかここにいた方がいいのかな、この、なんつうの、地面というか、茶色の地面。こいつは？あなたの遠い親戚のキャサリン、この右のやつ。こいつは、あ、俺のいとこ。ここ家族なんだね。あなたの遠い親戚。これは？あなたのいとこ。香織ちゃん4歳。この人は？あ、これは遠い親戚なんだ。あれ、ママは？俺のママはいないの？ママルト、この卵持ってる人？あなたの遠い親戚、あ、すげえ、動かないでねって、あ、いた、お母さんいた。めっちゃなんか怖い。ここにいなきゃ怒られるみたい。ここにいなきゃ怒られるんで、父多い。喋れんのか、これ。左下かな、これ。ん？右か。今は3文字まで。1歳に次、3歳なのかな？あがとって。ありがとってことね。あがとって。疲れてもうたって書いてる。疲れてもうたって。これは？ 2 歳。動かないでね。これなんかこっから動くと良くないのかな？怖
このなんか茶色の地面がいいんですかね。でも俺動き出したいな。いつからなんだろう、ものとかこういったものみたいなのは年を取らないと持てないらしいんですよね。もうほとんど知識ないんですけど。お、待って、髪生えてる、すげえおしゃれじゃん。なんかやんちゃになったかな。あ、物持ってた、物持ってたよ。よし、俺ももう一人前だ。借りに行くぞ、借りに。大丈夫かな、何もやり方とか分かってないですけど大丈夫ですかね。これ石の手斧っていうらしいな。ママ見といて、俺がママのためにね、あの美味しいものを買ってくるから。大丈夫かな、もう俺戻れないんじゃないかな。すげえ怖くなってきたな。お、ペンギンを狩るぞ。殺せ、ペンギン殺せ。あー、ペンギンなんか凶暴、あのペンギン凶暴、やめとこ。やべ、なんか体力ゲージみたいなのが減ってきた。え、あ、よかった、集落。これママじゃない、これママ、ママレアママ、レアなママ。あー、ちょっと手斧置いちゃった。やばいな、待って、今何歳なの俺。今俺は4歳、ブリッド。この鳥狩れないのかな。やった、いや、買ってないな。池に入っただけだな、あいつ。え、ご飯はどこで食うの、ご飯どこ。なんか食物とかがあんのか、食べ物とか狩らなきゃダメなの。ママ、あ、木が、ママ。よくわからないけど、俺美味しいご飯家に生まれたらしいね。美味しいご飯家のレアママから俺は、ブリトーとして生まれて、俺の妹か弟がマーマレードだったらしい。で、おばさんに当たる子がチーズとか、そういう感じだったのかな。で、0歳で餓死したこととか、子とかがすごいいっぱいいるらしいですね。第3世代。いろんな世代があったみたいだな。なんか、いい家族に生まれていたような気はするね。さあ、次は？おー。母乳。あ、すごい。あ、なんかいい。金持ちの家の子に生まれたんじゃない？これ。すげえ、ゴザみたいな引いてある。金持ちの家の子に、今これ名前もらってんじゃないですかね。ちょっとあれかな、息子ー。怖い。何これ。息子ー。言語能力は低いのかな。待ってたよ、ありがとう。ん？何これ、レーム、ムム。怖いな、なんか。一文字しか赤ちゃんだから。あーって。あ、何？お利口さん。あ、俺の兄ちゃんのアダム。兄さんなんか端正な顔つきしてんな。おしか、兄さん結構喋れるはずなのに一言なんですね。7文字喋れるはずなのに。はい。弟。2文字喋れる。兄。いいね。いい。温かい家庭に生まれた。兄さんなんか優しそうだもんな、これ。俺男の子か女の子か知らんけど。あなたはアベル、すっごい賢そうな名前もらった。今1歳1分しか経ってないんだな。なんか人参持ってんな。人参を何かしてんのかな。年を取ったかい、これ。これちょっとさ、なんかこういう5座から移動したらさ、怒られる気がするんだよね。ちょっと出てみる。こういうとこ出てたらママに戻されるんだよね。あ、やっぱそうだ。こういうなんか茶色い土の上に赤ちゃんはいないと、もしかしたら体力ゲージとかが減りにくいのかもしんないな。ママは、何？ママは何？結構年取ってるように見えるけどね、ママ。さっきのレアママに比べて。3歳で天界行こう。怖いな、なんかママ。何それ？ママの生い立ち怖いよ。何？つらみ。お兄ちゃんが生まれるまで、一人ぼっち。悲しいな、ママ。ママ、そんなのね、一歳児の、だから嬉しい。ママ、好き。
一緒に来て、すごい家族ドラマ、家族のドラマが始まった。これ大河ドラマ一本撮れんじゃないのこれ。レームウムムママ24歳のと、このアベルこと僕レトルト2歳と、あとお兄さん名前忘れたの、これ大河ドラマが撮れちゃうかもしんないな。え、ここに倒しは3歳になった。3歳になったらこの村を復興させたい。ここ村なんですね。あ、3歳でも母乳飲めるんだ。これ父離れ悪いね。お、すごい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 、こうやって見せてくれてんのかな、なんかわかんないけど、このね、このレイムママが頑張ったこの村を俺見せてくれてんのかな。もう俺降りれないんで、わー、なんかすごいな。レイムママ頑張ってきてんだな。何これ、お墓。天涯孤独のママにも昔は家族がいたの。兄さんなんか成長しましたね。でもね、俺このお母さんとか兄さんにも、なんつうんだろう、人がちゃんと操作してる人間がいるらしいんですけど、生まれた子供がねこんな感じでひどいです。すごい。おー、ありがとう。かわいいな。この骨は何なんだい。あ、子供は持てないんだな。ごめんな。ママはすごい優秀かもしんないけど、生まれたばっかの僕はもうあれなんだよ。つい先ほど、なんか10分前からゲームを始めた、あれなんですよ。ちょっと待って。この木切ったりできんのかな。なんかちょっとでも何かやってみたいな。ほい。違うな。この木とかを、木をなんかするもんじゃないのかな。何、なんか持った。焚き付け。難しい。待て、食べ物と食べなきゃダメかな、これ。お、なんかやってる感あるけど、なんか根本的に俺は間違っている。人参、ちょっとママ人参食べていい。ママ人参どうやって食べんの。あ、待って、これじゃない。生まれようとしています。少し学びました。うわー、怖い。すぐにお前もこうなるぞみたいな感じなのかな。でも今回のママちょっと美人じゃない。イブさんがあなたの、俺のお母さんが。で、俺はまだ名前ないなら名前つけてほしいな。で、おー、びっくりした。こいつ誰だ。イブスミレ。あ、これお姉ちゃんだな。いいね。女の子だ今回は。はいはいはい。ねえ、ちょっと調べた結果、食べたりする方法とかは操作は分かったんですね。結構難しいんですけど。で、どうやら、なんか、タンポポめっちゃいい名前じゃん。超いい名前。なんかお母さんとかね、俺恵まれてるね、今んとこ。俺ちょっと3回転生したんですけど、今んとこ家族には恵まれてる感じですね、母親には。で、どうやらなんですけど、この、やっぱり、なんだろうな、茶色い土とかの上の方が、お腹のヘリゲージみたいなのは、そんなに、減らないというか、寒いとことかだと体温がものすごく使って、お腹のヘリゲージがすごく多くなるらしいんですね。そこがちょっと学びました。なので、こっから出ない方がやっぱいいっぽいね。これ誰これ。イブ小次郎、お兄さん。で、これが姉さん、イブスミレ。抱っこ。あー、なるほど。お腹が減ったりすると困るから、だって言ったら抱っこしてくれんじゃない。死にそうだよーって。ママ死にそうだよー、ママ。あー、オムレツまさかのオムレツ。母乳でいいのに。母乳で。で、なんか、今回の目標的にはちょっと10歳を超えようかなと。せめてね、長くちょっと行きたいなっていう気持ちがありまして、まさかのオムレツ。
で、ママもなんか母乳をあげるために、ママは抱っこすると母乳をあげるらしいんですけど、なんか母乳をあげるとママのライフは1減るらしいんですね。で、その代わり子供は完全、お腹の隙が完全回復するみたいな感じらしいです。まあ、あくまでらしいなんで、ちょっと、ものすごくこの兄ちゃんたち有能だな、なんかテキパキなんか作ってるけど、ね、なんか、俺の目標が10歳に生きるに生きるってことなのに、兄さんたちはなんかものすごく文明的な活動をしてらっしゃるからね、ちょっと困ったな。ありがとう。母乳を食べた、まあ合ってるけどね、母乳をいただきました。お母さん31歳か。そうだな、そろそろ俺もタンポポことレトルトももうそろそろ3歳なんでね、ちょっと自活する感じにはなっていきたいなって思うんですけど、この骨たちは何なの、骨の山これなんか家族たちなのかな。お前もこうなるんで、あー来た、髪が生えましたよ。急にね、髪がふっさふさになりましたけど、女の子でいいのかな。お、串、ちょっとね、なんか食べ物の取り方が分かったので、まあ、食べ物なんか全然なさそうなんだけど、取り方だけは分かりました。今何歳？ 4 歳か。あー、これはこのサボテンは何ともできないと。で、なんかね、切ったりすることができるもの、めっちゃオムレツ置いてあるな。めっちゃオムレツ作ってくれてんだな、これ。僕も家族だからオムレツ食べていいのかな。で、こうやって下にタップすることで物を置いて、で、オムレツを触るとオムレツが、持ってて、この状態で下から、自分にタップするとオムレツを食べることができると。で、オムレツの皿を置くと。もうただこれなんかニートみたいな感じだな。何もせずにさ、ただただオムレツを食べてさ、ごめんね、ちょっと上手くなっていつかね、このゲームでちょっと恩返しようとは思ってるんで、まあまあ僕探検してくるよ。めっちゃ働いてる、めっちゃなんか卵持ってきて働いてる。俺だけうろうろしてるだけ、ごめんね本当に。でもやっぱ初めて初心者なんでね、誰もが初めてっていうのがありますんでね。お腹が空いたら、これは誰かわかんないのか。あー、ちょっと待って待って、お腹空いてきたな。ママ、お腹空いてきた。オムレツを食べるだけの。あ、これオムレツ入ってない。こっちだ。いやー、本当に申し訳ないな。クソ野郎だな。まあ、まだ確かに子供なんだけど、子供とは言えさ、働いた方がいいんじゃないかみたいなとこあるよね。ホームマーカー、あ、ここが家だよみたいな感じなんですかね。タンポポももう5歳、まあ、5歳だったら普通まだな、ね、ご飯もらうだけでも許されると思うけど、これ何、これなんだろう。服とかないんすかね。みんな裸ですよね。これ何、これ服、これは服ではない。これ着れないの。うさぎの毛皮。うさぎの毛皮だけじゃ着れないっぽいね。なるほど。まだちょっとわかんないな。じゃあちょっとオムレツちょっと持って出かけようかな。こいつマジでクソだな。ちょ、申し訳ない。俺なんか申し訳なさがある。あ、お腹空いた。ママごめんね。ママのオムレツ。なんかすげえ申し訳ない気持ちになったな。ちょっと待って。あれ食えない。レトルトさーん。